エディウスを使った時の CPU の使用率をチェックしてみました。我が家のパソコンの主なスペックです。通常はグラフィックボードを接続すると、CPU の内蔵しているグラフィック機能は働かなくなります。そこで、BIOS を変更して、どちらのグラフィックも使えるようになっているために、グラフィックが2つ表示されています。まず、単純な再生です。AVCHD と MP4 は 10% 強といったところでしょうか。グラスバレーの HQX の最高画質では、少し使用率が高くなりますが、その他ではあまり変わりません。この先は、基本的には MP4 のファイルを使っていきます。ピクチャーインピクチャーをやってみます。約 23% といったところでしょうか。ピクチャーインピクチャーを2つにしてみます。34%から36% でしょうか。大雑把に言って、画面が3つになったら、負荷も3倍になった感じですね。レイアウターで、小画面にエッジをつけてみます。小画面2つにエッジをつけても、1から2ポイントしか上がりません。エッジはほとんど影響ないようです。次は、ドロップシャドウを入れてみます。なんと、一気に20ポイントも上がってしまいました。これは予想外です。次はフィルターです。とても全部はできないので、一部をピックアップして行います。何もフィルターをかけてない状態から、一つずつ順番に追加していきます。まず、YUV フィルター。次に、モノトーン。最後に、オールドフィルム。一つ一つは、それほど、負荷は大きくありません。まだまだ重ねられそうです。しかし、中には思ったよりも CPU の使用率が高いフィルターがあります。ソフトフォーカスフィルターは 30% ほどになりました。クロミナンスフィルターは調整をする前に入れただけで 36% も使用しています。ガウシアンブラーも 30% 以上になります。マスクフィルターに YUV カーブで明るさを反転させてみました。若干高めですが、それでも 20% 未満です。このマスクのエッジをソフトにします。数値は少し大きめの500にします。これで再生すると CPU の使用率は約 55% にまで上がってしまいました。ソフトの数値をもっと大きくすると、CPU の使用率もさらに上がるようです。では、クロマキーも確認しましょう。クロマキーは、CPU の使用率がかなり高いようです。47% 前後にまで上昇しました。次は、アルファチャンネル付きの動画です。
アルファチャンネル付きの動画の場合、17% 前後になり、かなり小さくなりました。アルファチャンネル付きのファイルには、フィルとキーが一つに入っていましたが、トラックマットは別のファイルとして使います。トラックマットも 27% 前後になり、クロマキーと比べるとかなり軽い処理と言えます。次はトランジションです。3秒のディレーションになっています。一気に見てみましょう。GPU トランジションは GPU の能力も使いますが、CPU も使っているみたいですね。では、GPU の使用率にも注意して、もう一度見てみましょう。通常のトランジションでは、GPU にはあまり変化がないようです。ここから GPU も忙しくなるようです。トランジションに関しては、ハイエンドのグラフィックチップでなくても良さそうです。最後にファイル出力を見てみましょう。タイムラインに MP4 コーデックのファイルを10分間並べてそれを出力します。フィルターやトランジションは使っていません。H.264 で書き出してみましょう。インテルの CPU に内蔵のグラフィックチップが使える状況なら、ハードウェアエンコードを利用するという項目が現れますので、それをチェックします。スタートします。H.264 は QSV ありで1分51秒でした。次はハードウェアエンコードを使用するのチェックを外してやってみましょう。やはりかなり遅くなりそうです。QSV なしだと3分36秒もかかってしまいました。ほぼ2倍ですね。その他の場合も、実際に行ったデータで一覧表にしました。参考にしてください。